2018年の西日本豪雨から間もなく5年となります。松山市では今日大雨に備えて中学生が職場体験で川の防災について学びました。松山河川国道事務所が重信川河川防災ステーションで行った今日の職場体験には、市内の南第二中学校の2年生およそ50人が参加しました。生徒たちはまず重信川の堤防が決壊したことを想定した 3D の動画を見て、松山空港や大海道商店街など市内各地が浸水されていく様子に驚きながら水害のリスクを学びました。そして生徒たちは洪水対策として有効な土のう作りに挑戦です。持って、すごい。そして作った土のうを正しく積み重ねることで最大1メートルの高さの浸水を防げることも学んでいました。玄関入ったらこんだけ積んだらもう、ちょっと土のうっていう言葉自体聞くのがちょっと初めてだったんですけど、土を入れて巻き方とかそういうのも初めて知りました。なんか身近に見たことあるけど、なんか自分の手で作っているのがなんかすごかったし、意外に重かったので強度があるなと思いました。家が重信川結構近いので氾濫とかしないように早めに避難所に行ったら安全なのかなと思います。松山河川国道事務所によりますと、重信川は過去5年間で水防弾の出動はありませんが、全国的に見ても急流で水位が上がりやすいということで、梅雨や台風への警戒を呼びかけています。